ノーベル賞受賞式にて、メイヤーの右にいるのは、スウェーデン国オーグスタフ6世。マリア・ゲッパート・メーは、ドイツ生まれのアメリカの物理学者。ドイツ帝国、オーバーシュレジエンのカトビッツに生まれた。1910年、父、フリードリヒ・ゲッパートが、小児科の教授になるため、家族はゲッティンゲンに移住した。マリアは、大学の学生や講師、後のノーベル賞受賞者になる。 フェルミやハイゼンベルク、ディラック、パウリラに囲まれて育った。彼女自身もゲッティンゲン大学に学びボルンダの教えを受けた。1930年にジョセフ・エドワード・メイヤーと結婚して夫の国のアメリカに移住した。夫も物理学者でその専門は統計力学、特に不完全機体の理論で知られる。 1931年から1939年まで、ボルチモアのジョンズ・ホップキンス大学で働き、1940年から1946年まで、コロンビア大学の研究員となり、1946年、シカゴ大学の講師准教授となった。サラ・ローレンス大学で教鞭を取り、シカゴ大学で研究を行い、時に、ロス・アラモス国立研究所も訪れた。 この頃1963年にノーベル賞を受賞することになる魔法数に関する研究など原子核モデルの研究を行った。また、アルゴンヌ国立研究所の研究員も務めた。同じ頃同じテーマで研究していたドイツの研究者たちの一人、ハンスイエンセントエレメンタリー、セオリー・オブ・ニュークリア・シェル・ストラクチャーを出版した。1963年、二人は、 ノーベル物理学賞を受賞した。1953年には国際理論物理学会東京京都で来日した。1960年にはカリフォルニア大学サンディエゴ校の物理学の専任教授に就任した。1972年死去。ゲッパート名の死後女性の物理学者に贈られる。 マリア・ゲッパート・メイヤー賞がアメリカ物理学会によって創設された。ありがとうございます。